ダニエル・アブラモフスキは、北マケドニア共和国のサッカー選手、北マケドニア共和国代表、ポジションは MF。スコピエに生まれ、FK ラボトニツキで、トップチームに昇格、FK マケドニア・ジョルジェ・ペトロフへのレンタル移籍も、経験した。ラボトニツキ時代には、ヨーロッパうちの複数のクラブから興味を持たれ、2012年2月には、リバプール FC で10日間のトライアルに参加した。 2014年7月に3年契約でセルビアスーペルリーガのレッドスターベオグラードに加入8月30日に行われた FK スパルタクスボティザ1戦で途中出場すると10分で初得点を決める出だしになったしかし翌年はオフックベオグラードにレンタル移籍となった2016年夏にレッドスターベオグラードに復帰して UEFA ヨーロッパリーグ2016から17 予選へ向かったが、怪我によってこの国際大会でプレーできず、半年を棒に振った。さらにこの怪我によって、スーペルリーガでは登録外となり、契約も12月に解除された。2016年12月20日に、NK オリンピア・リブリアナに加入。2017年夏のセルビアの遺跡史上最終日に、買取オプション付きの1年のレンタル遺跡で FK。 ボイボディなノビサドへ加入することとなった。2014年6月18日に行われた中華人民共和国代表戦で19歳ながら A 代表初出場。ありがとうございます。